開催最終日第1レース、6名の戦い永久一般戦です初日続きシリーズ2度目の連携の3番の吉松健次4番、菅和彦関東勢が1コーナーで先に並びを完成させました現在3番手1番の鶴岡義行5番手から6番石田博紀上がってきました南関東勢ここも初日に続いての連携となります青森千葉コンビが3番手4番手 本戦の福岡両者は田代匠中井大輔56番で後ろ攻めです1周回2センターで隊列が2対,2対2対に固まっております迷わず前を取った関東勢です昨日の一般戦は石田との対決先行で3着粘った3番の吉松シリーズ2度目の連携は4番の菅和彦関東両者です3番手4番手東北両者 東北南関コンとなります6番の石田裕紀1番鶴岡義行こちらもシリーズ2度目の連携です石田裕紀は昨日吉松の対決は一般戦6着でした本戦福岡勢が5、6番手後ろ攻めです7着3着でありますが連日突敗先行を見せた2番の田代メンバー中唯一昨日準決勝を走った5番中井大輔は得点上位です人気の福岡勢から上昇残り2周先頭員が離れた 一旦福岡勢が前に出て5、6番手から6番、石田1番、鶴岡の青森、千葉コンビがジャンマイの2コーナーで前に出ます福岡勢は中段の3、4番手関東勢5、6番手打損4番手で若干秋田3番の吉松。 叩き返しかまっくり返しを狙っていけるかどうか2センター積極的に田代が踏み込んでいくジャン4コーラーもうちょう前に出るか2番の田代が最終的白白銀取り返した1コーラー5番手から3番の吉松がまっくり返しを狙っている3番手6番の石田の横を通過ぐいぐい迫ってくる3番の吉松2番手中井の横2番手5番3番並んでがそれを乗り越えるか2番田代3番の吉松まっくりあえるは斜め後ろにここで番次休すだった苦しくなった4コーラーが直線二番田代先頭 5番の中井ですが迫るが振り切ってゴリ4万6番3着どちらだ菅石田が3着決まるとなっております決定放送お待ちください先手取り返した田代匠中井大輔で1,2 3着どうでしょうか内から6番の石田外から4番の菅3着争いですリプレイをご覧いただいております人気の福岡は押し切った方で決まって2番5番3着です3着争いですが 外が四番の菅、内六番の石田、際どい,い状況です。どうぞ。三着四着は審判からの着順放送までお待ちください。